バドゥッラはスリランカのウバ州、バドゥラ県の都市である。コトキャンディから南東へ 60km、標高約 680m の高地地域に一致している。都市を囲むようにバドゥッラ川が流れ、周囲には美しい丘陵に紅茶のプランテーションが広がっている。ウバ州の州都であり、バドゥッラ県の県都でもある。バドゥラの周囲にはナムナクラの山々があり。 その影がうっすらと都市を覆っている。この地域は植民地時代以前、キャンディオのカシンハラ人の王子が統治する拠点であった。後にイギリスの支配が始まると、この地は修行制のハブの一つとなった。イギリスにより建設されたプランテーションからコロンボに紅茶を運び出すための鉄道路線もバドゥッタが終点とされた。バドゥッタは スリランカ最大の都市コロンボから約 230km 離れたスリランカ中央高地の東側の斜面に位置している。コロンボ、キャンディ、ゴールといった他の主要都市からはドゥッラまではいくつかのルートがある。コロンボからであれば A4 と A16 ハイウェイに沿ってラトゥナプラ、バランゴダ、ハプタレー、バンダーラウェラ、ハリラと通って約5から6時間である。 キャンディからであれば、ビクトリア、ランドニガラ、ラジャー、マワサカ、ヌワラエリアの2ルートが使用できる。ゴールからの場合、マータラ、ハンバントタ、ウェルダワーや、エッラ、デモダラ、ハディラを通るルートなどが使用できる。バドラの周辺には、ホートンプレインズ国立公園やナックル山脈といった自然豊かで風光明媚な地域が存在する。スリランカ、ラージストシティーズ、ワールドギャザティア、 2013年1月2日閲覧。アーカイブされたコピー。2007年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月10日閲覧。ありがとうございます。